カーボンで行きましたね。今日の波ね、かなり力ない感じですけどね、行けるのかな。はい、1本目乗る、いきなりパドルから行きますね、これ。ああ、このそんなに張ってこないのに立てる、やっぱ抵抗分は早いですね。パドル行きますね。うわ、たるいとこから立って前崩れちゃう。パドル、たるいとこからレフトですね。たるいな、張ってくるのかな。おお、張ってくるのかな。あ、でもしっかりね、速いターンできてますね。ねえ、やっぱりカーボンはね、こうたるい波でも進む、あと抵抗が速い、あと軽い分ね、初速が速いので、ギリギリからパドルしても立てるっていうのもあるんですよね。で、西井さんとこの間のね、対談で、メインチャンネルで話したんですけど、軽いボードと重いボード、重いボードは最初スピードつきにくいんですけど、スピードついたら止まりにくいと、だからどこまでも伸びる。軽いボードは最初初速つきやすいんですけど、止まりだしたらすぐ止まってしまう。もう車とかと一緒ですよね。重い車ってね、最初遅いんですけど、スピード乗ってきたら止まらないと。まあそういう感じで、やっぱ軽いボード、重いボード良さはあるんですけど、やっぱカーボンはこういう、なんていうかな、力ない波の場合は初速が速いので、やっぱりね、なんかスタート早いですよね。パドル行きますね。これさっき、立つ骨盤を向けてレジラーですけどね。あ、これ2ターン良かったな、早かった、スピードあります。まあ今ね、ライト方面ですけど、立つ時に骨盤を向けるとガリ股にならない。まあこれはレギュラーもね、レフトもライトも共通すると思うんですけど、バックサイドもね、意識してね、見てみたいですね。おーっと、ワンダー、やっぱ速いですね。スープみたいなところに上がるスピードももうちょっと違いますね、普通の板とは。おっと、いけないか。パドルで追っかけて、ここからね、波が立ってくるこのタイミングで、やっぱちょっとたるい感じでしたね。いきます。ファーストこれ相当たるいですよ。ボトムに降りずにスピードつけて、これで行っちゃうんだよな。すごいですよね、やっぱここはカーボンの強さあります。はい、来ましたね。あー、前が崩れちゃう。でもファーストランしっかり入る、前に出る、縦に上がりますね。やっぱりスピードがあるから縦に上がるんですよね。初速が速いですね、やっぱりカーボンは。行きましたね、ライト方面、やっぱり崩れちゃう。これ取りますよ。こっから崩れるとこからまっすぐ、あー、たるいな。スピードつけれるかな。スピード出ない。さすがのカーボンでもあれはきついな。セブン以上あったらね、シュートまっすぐ前までいけるかもしれんすけど、なかなか難しいですね、これは。ちょっと波のね、コンディションがさらに悪くなってきた気もしますね。ちょっと厳しいです今日は。パドル、ここで立ってファーストターン、わーっと結構ねじ込んできてます。わー、2本ねじ込んで、もう一発ねじ込む。でもすごいですよね、あの波で動かせるっていうのがね、とんでもないですね。行きました。またたるいとこで立って張ってくるのかな。で、アクション、しっかり前、おーっと前に出た、転ばない、上がってきました。もう結構波は厳しいですね。まあでもね、カーボンだとなんとかアクションができるっていうね、ことは分かりましたよね。まあしっかりアクションするのはカーボンで、結局セブンとかセブンツー乗っちゃうと、まっすぐ走れるけどアクションはできない。試合だったらどっちかっていう話ですよね。